世界の終わりが来たって感じ。あれ、ハルコじゃん。キムくんち追い出されちゃった。いつも必ずキュッてしてくれて、すごく安心できたんだよね。よし、行くぞ。じゃあ、行くぞ。アイス。エリック、アイス食べたい。何それ、店長は今までね、やった人の名前とか全部言えんの？言うよ、全員。女も男も。だって私、シャンプーするために生まれてきたわけじゃないし。スコンブ食べる。しんちゃんのこと好きなんでしょ。人のこと言うなよ。ハルコ、運命ってさ、こういうことだと思わね。お互いにこうやってさ、必要とし合ってると思わね。このまんまが一番いいと思うんだ。世界中で私一人だけになっちゃったかと思った。なんだよ。ふっ、それは素晴らしい時。もう俺さ、大洪水の夢見ちゃった。